様こんにちは。本日のトピックは、日本企業の相次ぐ MBO 大型案件、その先に何が起きるのかです。11月に多くの日本企業が MBO を行っています。なぜこのタイミングで MBO を行う日本企業が増えているのか。今回は日本企業の MBO までの流れとその先についてピックアップいたしました。はじめに MBO とは、マネジメントバイアウトの略で、経営陣が自社の株式や一部の事業部門を買収して独立することを指します。経営の合理化やコスト削減といったメリットはありますが、財務状況の悪化の可能性などデメリットもあります。それではなぜ今年になって MBO が過去最高に増えているのかを考えます。まず元来日本企業は配当が低く、成長投資が低く、ガバナンスが低いことが課題でした。そんな中、2023年3月に東証から各企業に対し、資本コストや株価を意識した経営改善策の開示を要請しました。PBR 株価純資産倍率改善への動きが進む一方で、自社株買いに動く企業もありました。その後4月にウォーレン・バフェット氏が来日し、5大商社株の保有比率を増やしたことで7月3日に日本株式市場が33年ぶりに高値を更新いたしました。そして11月、ベネッセホールディングスや大正製薬ホールディングスといった経営危機ではない大企業の MBO が発表されました。この両社は非常に似ている点がいくつもあります。1、ここ5年で見ると株価が大きく下がり、業績が悪かった。2. 利益水準を10年平均で見ると半減している。3. 事業が国内偏重である。4. 業績こそ低迷しているが、利益は上げている。このように市場の動きにおいていかれた企業が MBO を行っている傾向にあり、株主の声が重要視される市場に変化していく中で、今回の両社のような動きは今後も続いていく可能性があります。そしてこの市場の動きによって日本企業がドミノのように倒れていく可能性があることを我々は注視すべきです。今回のまとめ。1、日本史上初の MBO 1兆円超えが起きている。2、経営危機になっていない大企業でも MBO をした。3、今後日本企業の負のドミノが起こる可能性がある。本日は以上となります。ご視聴いただき、誠にありがとうございました。弊研究所は現在1月に開催される年頭記念講演会の先行予約を受付中です。ぜひ画面右上になる i マークをクリックして、年頭記念講演会へのお申し込みをどうぞ。またチャンネル登録、高評価、会員制サービスへのご入会もお待ちしております。以上、イーシアピックアップトピックでした。